ピーシャンジンプライベートアイドル27から29曲目。はい、今日からプライベートアイドルですね。久しぶりのプライベートアイドル、2週目ですね。2回目、前回が、もうねだいぶ前ですね。和骨です。プライベートなアイドル、プライベートアイドルですね。はい、黒金さん、3個目さん、妙見さん、5個目さん、鈴菜さん、いらっしゃい。和骨です。ディグサさん、ありがとうございます。3年 B 組トンパチ先生さん、赤戸大門さん、いらっしゃい。黒金さん、ありがとうございます。前回が、おっと、時間延長は大丈夫？2013年ですからね、9年ぶりのクリア枠でございます。はい、2013年以来。おっと、ありがとうございます。はい、延長 OK。 10万石さんでした。はい、それでは行きましょう。プライベートアイドル、6時間延長しときましょう。延長 OK。 6時間は延長しません。ドル、和骨です。東亜さんでした。農協牛乳さん、ありがとうございます。プライベートアイ探偵、死ぬかと思った。彩香の胸にも出血が認められます。アイドル女優、和骨です。鈴さんでした。これがナビ。そういうのもう女優で言っちゃいけないんだよね。俳優になっちゃったよね、全部ね。伊賀さん、ありがとうございます。あんた随分性格が変わってね。何改まってんのよ、バカね。悲痛な思いを決意に変えて。うるさい。赤戸大門さんがりです。目障りなんだよ。闘技の老人そのままをお楽しみください。少女は青春の時を。そのお人形さんは空中に表示されている映像ってわけ。ワクワクです。クリアは猫じゃらしさんです。駆け抜ける、ドドーン、ありがとうございます。森さんが一番最初。プライベートアイドル、イエーイ。東京ギュニーさん、ね、データのビューティリティとしても、ね、使える。おじさんがりです。はい、アーケードカードに読み込み中。ホント PC エンジンチャンネルでは破損したダックアップデータの救済で9割9分活躍しているイメージです。森さんが一番さん、ありがとうございます。私も一応最近はこれですね。今日はね、これがナビ？かわいい。はじめまして。まだ上手に喋れないんだけどね。これでも随分上達したんだよ。ナビの話また大変ですか？ホログラム投影装置付きの人工知性体ですか。最近 CM をよく見ますけど、大したものですね。こんなに表情が豊かだなんて思いませんでしたよ。ホログラムって立体映像のことよ。ゆうこさん、つまりそのお人形さんは空中に表示されている映像ってわけ。へえ、ゆうこさんって物知り。お、話題の二人さんの CM だぜ。この番組は未来をリードするマルチメディアの MEC が。猫じゃらしさん、ありがとうございます。進化する。はじめまして、私がウルカ。炊事も掃除もできないけれど、あなたの小さな友達です。コンピューターが進化した。初号自分で言うのもなんですが、ダックアップデータってなんだよ。マルチメディアインターフェース、オルカ。オル
あるか。ダフレック。ダンカムデータ。ダフレック。いいなぁ。あやかも CM に出てみたいよ。そうすれば、ナビちゃんみたいにあやかも何かもらえるかもしれないのに。人気も出るし。浅ましいのよ、あなたは。男ちゃんたら、めいちゃんが羨ましいんでしょう。めでけい。あなたのそういうずぶとくて無神経なところが気に入らないのよ。ヒステリー、なんですって。それぐらいにしておきなさい。気が高ぶってると霊に食われてしまうわよ。ほら、もとこちゃんの後ろに悪霊がいるわ。いい加減なこと言って、カンナを脅かさないで。このエセレー能力者、かっこいいし、アフラックアヒルは可愛いから問題ないわ。カンナもカンナよ。あなた、こんなことでいちいち気絶してたら、今日の撮影なんてできっこないでしょ。ドロジさん、あれです。本当なんでその仕事を受けたの。なんで、まあしょうがないね。マネージャーかなんか無理やり取ってこられたのか。しょうがないね。とところでどこへ行くんですか。仕事だよ仕事。こう見えても女優なんだからね。イエス。今日は怪奇特集番組の収録。タイトルは怨霊の館に挑む。怨霊の館に挑む。なんていうか B 級映画みたいなタイトルだよね。ロケ地にはもうすぐ到着しますから。見るナビ。ナビは MEC 社から発売される。女優かアナウンサーがいないと怪奇番組だね。商品名はオルカ、ビビ、ね、ビビっちゃう役がないと。次世代のマルチメディアインターフェースとしてあらゆる情報を提供。次世代のマルチメディアインフェースと同時に完全なインタラクティブ性を備えたパートナーなんて説明をメーカーさんから聞いたけど、はっきり言って理解できないよね。僕がその CM に出演したことがきっかけでメーカーさんからもらったのがナビなんだけど、送られない。最初はろくに会話もできなかったよね。そう、最後ね、46コマ目でゲームオーバーありますね。でも最近ではギャグも覚えてきて結構楽しいんだな。これがあやか。僕と同じプロダクションに所属している子役女優が子役ね、はい、なんていうかちょっと抜けてるところがあって結構世話がかかるんだけど、まあそれがあやかのいいところなんだよね。福ちゃんみたいなもんだよね。福士君と誰だっけ、もう一人いたの子役でね、有名な。あ、昔だったらね、誰だっけ、同情するな金遅れがね、いましたけども。もとも。もとことは以前に一度共演したことがあるけど。あれ、なんちったっけ、足立か。気が強くて、今一つ馬が合わないんだよな。和国です。49個目されてる。カンナ。もとこと同じプロダクションの子らしいけど、会うのは初めて。性格はもとこと実に対照的。階段が苦手らしいけど、まさか気絶するとは思わなかった。ゆうこ、綺麗な人だよね。タッチ。ゆうこさんは霊能力者。自称してるだけだと思うけどね。自称霊能力者ね、あれね、怪奇番組ですか。やっぱり怪奇番組に霊能力者は欠かせないってところかな。そうですね。シエル先生。沢田さんはカメラ担当。本人には悪いけど、27歳にしては老けて見えるよね。ヒゲのせいかな。佐々木。佐々木さんは雑務担当の新人ですよね。雑務ですけど、とても話しやすいんだけど。一流大学のオカルト同好会で黒みそやってたって噂も聞いてるぞ。聞いてるぞ。白木。
ロケバスを運転しているのがアシスタントディレクターのしらきさん。運転中だろ、携帯電話ずっと閉め携帯電話で話し中だけど、ほらほら片手打ってやめなさい、バスなんでしかもバスだからね、大変だよ。何かあったのかな。篠田、照明担当の篠田さんは55個目じゃね、難しい顔をしてほとんど喋らない、よくわからない人だよ照明担当。ディレクターをはじめとするメインのスタッフはもう1台のバスで先にロケ地に行ってるんだよね。もう1台ね、もう1台先にロケ地に向かってる。今頃は撮影準備に追われてお忙しいんじゃないかな。まあ、この頃はまだね、全員が携帯電話持ってる頃じゃないよね。ね、90まだ、6年 ?6 年ですね。59個目されちゃう。どうした白木、なぜバスを止める、まだついてないだろう。まあ、ついてないのに。あの、今ディレクターから連絡があったんです。どうも、メインスタッフのバスが道に迷ったみたいで、到着が遅れるみたいなんです。到着遅れる、先に出てたんじゃないの。本当に、あれは人工生命体、人工生命体ですね。ええ、すみません。お前が謝ることじゃない、遅れるんなら仕方ないだろう。とりあえず俺たちだけでも先に行こうじゃないか。シーン1、闇夜のレイニークライ。うわー、いかにも何かいますって感じだよね。本当にここで撮影するわけ？デビルメイクライ暗い見回す。木造の2階建て、ずいぶん古い建物みたいだけど、さすがに崩れそうな様子はないね。木造2階建て、耳を澄ます。静かだね。僕たちの声以外は何も聞こえないよ。話す。何が出てもおかしくないような廃墟だね。早く、ドキドキしてきちゃった。廃墟ですか？難しい言葉ですね。あやか、ナビちゃんより頭いいんだもん。はい、ゆうこ。ゆうこさん、どうしたんです？ぼーっとしちゃって。あ、ごめんなさい。スプラッターハウスの、なんでもないの。ようこそスプラッターハウスみたいなね、洋館。だいたいアイドルもののゲームでこういうところ行くとろくなことにならねえんだよな。ねえ、まあ稲川さんの階段にもありましたね、アイドルとね、樹海に行ってね、樹海のやつね。カンナ、しっかりしなさいよ。もう気絶した、2回目このぐらいで怖がってちゃ女優にはなれないわよ。そのぐらいね、しなきゃ女優になれないぞ。さあ、うん、服を脱ぎなさい。でもね、監督のパワハラがよくありますけども、怖くて気が遠くなりそうなの。みんなやってるぞみたいな感じね。ホラー系 NG にしとけばいいのに。よし、ホラー NG だと立派な女優にはなれないぞみたいなね。あっ、あっと気絶した。あ、また気絶した。ちょっとメイン、見てないで手伝ったらどうなの。そういうエッチなビデオありました。ねえ、大丈夫、気絶してるだけよ。何が言うのか、マジ。それよりも、まあ、作ってるところ同じですもんね。時期に雨が来るわよ、ね、バスティールドゥート。こんな気絶すると撮影的に使い物にならないので。とりあえず洋館の中に入りませんか。いざっていうと気絶してくれたりんだけどね。いいや、おいおい、そう困らせないでくれよ。同じところですね、開発はね。どうせ撮影は中で行うんだし、メインスタッフたちが来るまでに準備は済ませておきたいんだ。ま、怖いんなら一人でバスに残っててもいいんだがね。冗談でしょ、怖いわけないじゃない。ふへー、雰囲気バッチリ。あれ、ナビ
じゃん、怖いの？言葉に詰まってるよ。人工生命体でも怖いってあるの？いいえ、そんなはずありませんです。ただ、上手に話せないだけです。上手に話せないだけだ。ふーん、もっと勉強しなきゃね。犯人派の人だ。まだ事件起きてないぞ。ねえねえ、めいちゃん、ちょっと歩き回ってみようよ。メイの声の小野寺まりこさんは、これがラスト作品のゲームだったんだっけ。そうなんだ、ラストなんだね。十字キーを押した方向に歩けますです。遺作となっちゃった。それから、人に接触しているときに1ボタンを押せばですね、たった2年間しか生命しなかったことで、ね、ることができます。なんでだろう、何か家の都合ですかね。気になる場所を調べたいと思ったときも、その場所の前に立って1ボタンを押してくださいです。あとですね、2ボタンを押せばコマンドが表示されます。親切。十字キーでコマンドを選んでからですね、人気はあったんだけどね。ミキによると一説には両親に猛反対されていたからだと言われる。親から言われて決められてたのかね。決められてたのかね。何かあったのかね。ちょっとパワハラを受けたか、セクハラを受けたか、それともね、親ハラを受けたか、いずれにしてもね、不本意な形なんですよ。噂にたがわぬ雰囲気、うん、ところで、もったいないな。知ってますか、この屋敷で20年前に何が起こったか。20年前。あのね、佐々木さん、いい加減なこと言わないで。たく、不謹慎なんだから。うー、態度悪い。いいんですよ、気にしてませんから。はあ、困ったことになりました。まさかこんなことで撮影の予定が狂ってしまうなんて、はあ、どうした、あんまり勝手に動き回るなよ。まだ抱えてる。苦しくないですか。うん、スタッフのみんなが重い機材を持ってるからってのはわかるんだけど、まあ、スイートホーム的なね、導入ですね、これはね。女性の優子さんに気絶したカンナを運ばせるなんて。そうだね。心配してくれてありがとう。でも大丈夫、私から言い出したことだし、こう見えても力はあるのよ。え、趣味の悪い洋館ね。ずいぶん古いみたいだけど、崩れたりしないでしょうね。崩れたら大変だ。篠田さんは無言だ。おっと、おい、あんまり勝手に動き回るな。デカフォントで。わお、雷が。いよいよ降ってきましたね。白木、部屋に案内してくれ。下見に来たことがあるのはお前だけなんだからな。あ、はい。こちらです。ついてきてください。さあ。みんな、ゆうこちゃん大変だ、ゆうこさんは。めいさんとあやかさんはこの部屋を使ってください。ん？あらかじめ掃除してあるのかな？メインスタッフたちが着くまで自由にしてくださって構いません。それじゃあ、失礼します。よし、みんな動いてる。カンナ、気がついたんだね。よかった。ごめんね、迷惑かけちゃったけど、でも、もう大丈夫だから。よし、あ、セーブね。白の台本、セーブ。およ、メイさんたちもいかがですか。ハンシフトが出る。ジュースならたくさんありますから遠慮なく飲んでください。あ、いただきます。いただきます。はい、どうぞ。喉が渇いたらいつでも言ってください。それじゃ、失礼します。ところで、これからどうするつもりなの。あやかたちはね、館の探検に行くんだよ。
楽しそうね。でも気をつけた方がいいわ。レイが騒ぎ出してるから。は？レイですって？いい加減なこと言って、カンナを怖がらせないでよ、エセ霊能力者さん。行きましょう、カンナ。レイが騒ぐってことはなんとですね、うん、どうも嫌われちゃったみたいね。薄いゲームやってますね。87個目先生。でも、本当に気をつけた方がいいわよ。何か嫌なことが起こる気がするの。何か嫌なことが。ここ何かしら。他の人たちは？スタッフはロケバスまで荷物を取りに行ってます、うん、他はすみません、僕も知らないんです。いた。オルゴールだ。オルゴールだ。こんなに古いのがよく動くね。そうね。それにしても綺麗な音色。なんか懐かしいわね。ずいぶん古いオルゴールだね。うわー。そう。同じだった。ここは海岸の、ここは2階から調べよう。おい、来たね。下にも部屋があるよ。あ、ここか。しかし、荒れ果てた部屋だよね。なんだか知らないけど、絨毯にも黒いシミが残ってるし。他の声優さん有名な方が多いから続けてたらすごい人になってたかもしれんですな。ねえ、継続は力ないですよ。落石注意さんです。まあただその代わりね、小野寺さんの代わりに入ってきたね、若手の声優さんがね、出られなかった恐れがあるんでね。まあどうでしょうね、小野寺さんに代わりに入って、ハイテク王国って PC エンジンソフト知ってます？活躍してるね、声優さんが実は出番がね、小野寺さんが引退しなかったら出番がなかったかもしれませんよね。まあ運命のいたずらか、ハイテク王国は知らない。悩ましいところですね、それは。まあね、次から次へと若手声優は入ってくってる、毎年ね入ってきてる、デビューしてるわけですからね。ベテランが誰かが変わらないとね、いや役の数は決まってるわけですからね、なかなか難しいですよね、はい、大変な競争世界。公認操作じゃないですね。1989年にコロコロとハドソンが言った夏休みゲーム大会キャラバンでのみ使用されたハイテク王国というゲームソフトとイカ略。へえ、89年っていうと今のバリエンぐらい増えているらしいしな。制作枠が増えてたくさん商品が売れていれば枠も増えるけどね。これ発電機だよね。これが動けば電灯がつくんじゃない。ガンヘッドの時にあったの。じゃ幻の非売品ソフトだそうです。小型の発電機みたい。燃料は軽油を使ってるみたいだね。ガンヘッドの時だね、その時はね。これを動かせば館の明かりがつくんじゃないかな。この紐を引っ張れば動くみたい。発電機というよりドンク用の簡易ポンプですね。ハイポンみたいな。みたいな声でいいですね。ふう、動くわけないか、うん、燃料が入ってないんだもんね。燃料はない。ここは何？浴室か。シャワーでも浴びたい気分だぞ。だぞ。浴びちゃう。浴びても、まあ、出ないよね。さすがに無理か、水が出ないんだもんね。
トイレ、ね、トイレはしっかし汚いトイレだね。こんなところでトイレできないわ、まあ、アイドルが誰も掃除なんてしてなかったから、まあ、アイドルはトイレしないんだけ ど, だろうけど、アイドルはトイレしないわよ。トイレシーンは真っ暗だ。うわ真っ暗で何も見えないよ。ありません。ねえねえめいちゃん、行くのやめようよ。じゃあ行きたいぞ。先行こう。セーラームーンがトイレしないのと一緒か。一緒ですね。アイドルがトイレしないのは100歩譲っていいと。ストックはどうするんだ。アミはやみそうにないね。まあバスかなんかに簡易トイレが置いてるんだね。本当に撮影できるのかな。木が傘代わりになってるね。あそこにあるのは何です？板みたいだね。ポンプが設置されてるんだよ。うん、はい、ヨシベイさんにして井戸を見る。電動のポンプみたい。電気が来てないから動いてないね。電気が来ても動くかどうか怪しいものだけどね。いけるじゃない。お、あ、見た。何もない。お、見た。あ、ここに出るんだね。鍵がかかってるね。このドアは開かないよ。開かないの。何もないの。おお。それにしても暗いわね。103個目じゃねえ。電気もつかないのかしら。どうしたの？外に何かあるの？うん、篠田さんたちが作業してるの。こんな雨の中なのに。風邪をひかなければいいんだけど。うん、いい子だ。カンナちゃんはいい子ですよ。こんなとこ電気普通についたら逆に誰かに来て怖いわ。すごい雨だよ。沢田さんたちは大変だね。ねえねえ、もう中に入ろうよ。大変だ。公安の人のとこだね。他は全部は、あ、ここ行ってない。このとこ入れない。うわぁ、見て見て、壁がこんなにボロボロになっちゃってるよ。すごいね。お、あやか、なんか落ちたよ。あぁ、ペンダント落としちゃった。あそこにある、あそこに。探さなきゃ。仕方ないな、手伝ってあげるよ。ペンダントある。あったあった、ペンダントってこれでしょ。よかった、めいちゃんありがとう。小さな写真だね。あやかのお父さん。お父さん、おじいちゃんじゃない。うん、お仕事が忙しくってあんまり会えないから。お父さんのだけなんだね。お母さんはないの。めいちゃんのパパは刑事だったんだけどね、5年前に死んじゃった。メイちゃんのお父さんはね、刑事だったんだね。5年前に死んでると。ごめんね。と言ったっけ。デカフォント演出珍しいのでは。デカフォント演出はバスティール2ね、まあ同じとこですからね。無糖系司だったんですか。バスティール2以来。これはね、なかなか、うん、無糖系じゃない。どこ
か行けないとこなのかな。下行ってみるか。物置みたいだね。何もない。この部屋なんか変な匂いがするよ。変な匂い。石油か何かの匂いみたい。バーソー先生、頭が痛くなりそうだよ。小さなドラム缶、寝起きドッキリかあるかな。小さなドラム缶、変な言葉だね。軽油みたい。これがあれば発電機が動くかもね。軽油ケッツ、ね、分かったみたいね。ん、な、何、あそこ扉が開いたよ、左側の。廊下の奥に何かいます。違いもない。廊下のさっきこっちだね。なんか、ね、ん、なんだ、なんか出てきたぞ。見ちゃった、幽霊だ。幽霊が歩いてたぞ。え、動いた幽霊は。幽霊はどっか行った。発電機でどこあったっけ。軽油で建物に火をつければ明るくなるよ。燃えちゃう燃えちゃう。なんだ幽霊か。ここだっけ。これはボイラーみたいですね。そりゃわかるけど、大掛かりすぎない。デカフォントでね、SD ですね。お湯を沸かしたり暖房に使うとしても、こんな大きなボイラーが必要だとは思えないんだけど。成仏できない理由を言ってみろ。それにしても大きすぎるよね。発電機でも兼ねているのかな。成仏できない理由を言ってみろ。それにしても大きな釜だね。よいしょっと。ボイラーボイラー、 ありましたね。なんだろう、この白い石。骨ですよ。骨？何の？え、それは分かんないです。何の骨だ？なんだって骨があるんだろう。あ、ほら、発電機動かす。軽油を入れてっと。お、明かりがついた。やったー。シャワー浴びられるんじゃない。あ、ちゃんと水が出るよ。水が出るよ。でもお湯は出ないんだね。これじゃシャワーなんか浴びられないよ。水風呂、風邪ひいちゃうもん。水シャワー浴びるわよ、それでも。ちゃんと水が出るよ。でもお湯は出ないんだね。なんだ、無理やり浴びられない。これトイレも使えるわね。あ、明かりがあるから下が分かる。下はまあ明かりついてない。ここからで、お、ここ開いてる。ん、なんの音、なんか音がしてる。あ、なんか撃ってる撃ってる、なんかやってる、ダーツやってる、ダーツ投げてる投げてる。元子ってすごいのよ。ほとんど真ん中に当てるんだもん。元子、何してるんでしょうか。あらあら、このおチビさんはダーツも知らないのね。この矢をその的に当てるのよ。的の中央に当てれば高得点ってわけ。元子ってすごいのよ。ほとんど真ん中に当てるんだもん。それほどでもないけどね。ダースの旅なら減ってる。ダースの旅なら減ってる。わっ、危ない危ない。
ジロかタワシなんだよな。ジロかタワシがね。サンデー村たばりのオーバースローダース。あれ、篠田さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ああ、いいな。沢田さんたちは大変だね。マルチエンジンズなんですか。ねえねえ、兵庫の男性、もう中に入ろうよ。いや、エンディングは一つですけど、まあ途中ゲームオーバーがね、あったりするんじゃないかな。ゲームオーバーが突然電気ついたことに誰も反応しない。誰も反応しないね。電気ついたわねって言ってくれたらいいのに、誰がつけたの、私たちよみたいなね。そう言ってほしいんだけど。あ、そうだ、ここに先生がいたね。ずいぶん広い今ね。ほんと羨ましい。あ、ゆうこさん、あの、そんなソファーに座ったら衣装が汚れますよ。全然あれだったね。え、あ、あら、やだ、私なんてバカなことしてるのかしら。お風呂でもあればいいんだけど、探してみようかな。それじゃね。シャワーありますよ、シャワーが。シャワーありますってよ。あ、聞いちゃった。ゆうこさんって抜けてるよね。あんたには言われたくないよ。あ、ちょっと後ついてってみようか。あ、入れ替わりで、入れ替わり、すみません。ああ、カンナを、いや、三原さんを見なかった。ダートやってくれて。1階の応接室にいたけど。サビが出てくるね。そうか。なんか不機嫌そうだったね。下の名前で呼んだのがいいな。来た。あ、いつの間にかあっち行ってる。全然、お入りますよ。シャワー室は見つけたんだけど、水が冷たいのよ。はあ、こんな古い館じゃお湯が出ないのも当然かしらね。仕方ないから諦めるわ。諦めんなよ。そっか、ボイラーに火が入ってないからお湯が出ないんだ。あ、そうか、ボイラーこれ調べればいいね。それにしても大きすぎるよね。発電機でも兼ねているのかな。釜を開ける。釜で。なんだって骨があるんだろう。関係ないか。元どこは？どいてろ。外に出てるんだ。え、なんでそんな怖い顔してる？怖い顔してる。お願い。私たちだけにして。え、なんか怖いよ。メイたちは外に出ててよ。はーい。なんかなんですかね。なんだよ急に。雨は止みそうにないね。本当に撮影できるのかな。木が傘代わりになってるね。井戸を見る。あれ、ポンプが動いてる。発電機が動き出したからかな。あ、これでね、水が出るのね。ダートもやってないんだね。ここはあれだね。ここか。これ以上は持っていく必要はないよね。はいはい。この地下は何かあるのか。ザキ監督もミスした選手以外にお前らは外に出てろって言ってみて、ボコボコにしているとかなんとか。ここにしてません。ここは何？ずいぶん古いオルゴールだね。
無理だ。え、幽霊を見たんですか。しまった、僕も見たかったのに。え、見たかったの。え、幽霊を。私は見たくない。のんきなことを。まあみんなで見るならいいけどね、大勢でね大勢で5、6人で一緒に見るんだったらまだいいけど。やっぱりこの館には霊がいたわ。霊がいた。ガガーン、ゆうこさんも見たの残念ながらはっきりと見たわけじゃないけど、緑色っぽいものが2階の廊下を横切っていったわ。2階の廊下。鳥肌が立つくらい強烈な霊気を感じたし。可愛らしい幽霊だったよ。自分でダンスで行っちゃうタイプ。笑いないよ。こっちは外だ。沢田さんたちは大変だね。ねえねえ、もう中に入ろうよ。おい、沢田さんに話しかけられないのか。オルゴール。まだまだやってますか。あ、ここがここか。このゲーム終わるまでどのぐらい時間かかった。結構かかったんだけど、26枠13時間かかってますね、前ね。え、幽霊を見ボリューム的にはアドベンチャーとしてならもう、結構長いな。十分ですね。お楽しみください。岡村少女探偵団並か、ゆうこさん、ひょっとしてペンギン村の、ちょっと待っ、ん？あ、これ以上つきまとうな。殴ったね。こら、女性を殴るなんてなんていう感じだ。ただでさえメイ、お願いだから外に出てて。親父にもほぼ、うん、許さん、どこ行った。さあ、やろう、なんてことするんだ。待てー、こら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 、つまらんものを見せたな、忘れろ。ちょっと忘れないわよ。あなた、なんで殴ったのよ。理由があっても殴っちゃいけないわよ。それにしてもメインスタッフたちは遅いですよね。先に出てるんだよね、メインスタッフ。いくら道に迷ったからってそろそろ到着しても良さそうだよ。そうだよ、後から来たのに追い越されて。つまらんものを見せたな、忘れろ。メインスタッフ遅すぎない。ようやっちゃいなよ。メインスタッフちょっと遅いですよ。ちょっと読んでみたらねえ、ちょっと、あら、ここは風。沢田さんたちは、ねえねえ、沢田さんたちに話しかけられ。倒れてるね。シャワー合わないね。優子さんの言う通りだね。お湯が出ないよ。これでシャワーなんか浴びたら風邪ひいちゃうよ。うん、浴びられないか。ダーツやれない。元子がダーツ得意だったなんて知らなかったな。大丈夫ですか。カンナメイ、お願いだから外に出てて。はい、カ
ンナちゃん大変だね。3回目だよ倒れたの2回は気絶で。ここで事件が起こったのよ。事件？事件？私この床をご覧なさい。まさか血？そうよ。あなたたちは何も聞いてないのね。この館で起こったことを。優子さんは知ってるの？詳しくはないけどね。いや、この館には魔術師が住んでいたの。魔術師？妻と子供と一緒にね。人里離れたこの屋敷で男は幾度もおぞましい実験を繰り返してきた。エクソシストみたいな曲が。うん、曲が。誰も知らない隠し部屋で行われた血の儀式。多くの命が奪われてきたわ。魔術師が住んでいたの。でも驚くべきことはその行為を家族の目から隠し通してきたことね。え？隠せるの？男は家族の前では自然を愛する良き夫を演じ続けてきたの。そうなんだ。でもそれもいつまでも続かなかった。そりゃそうですよね。全てを知った妻が警察に連絡し、そりゃそうよ、夫に罪を償うべきだと説得したの。だけど男に罪の意識なんてあるはずがなかったのよ。あらららら。そして男は子供まで自分を裏切った妻を、子供を殺したの。この部屋でね。なんということだ。怖くなっちゃうよ。20年も前の出来事だけどね。ここは怨霊の館。あなたたちも気をつけた方がいいわよ。今に良くないことが起こる。私にはわかるのよ。ビビらせようったってそうはいかないわよ。怨霊の館、爆弾が襲いかかってくるのか。あ、誰が来た。恐ろしい。ん？なんかシャア探してる。何ですか。もっと具体的な対処方法ですね。結婚かな。つまりあの事件はこの部屋で起きたわけだ。佐々木さんも知ってんの。どんな儀式をしてたんだろう。佐々木さんって変。あの事件のこと聞く。あのさ、佐々木さん、あの事件って20年前の事件を知ってるの？ええ、20年前までこの屋敷には魔術師が住んでたんです。魔術師か。彼は不死の研究や悪魔の召喚を何度も試みたそうなんですけどね。20年
儀式に必要な血を得るために動物の命を奪い続けていたんです。最初のうちはね、動物の命を最初のうちジュニアファンだね。そうですが、ポイントが大きかった。一向に進まない研究に彼は苛立ち、その行為はさらにおぞましくエスカレートしたんです。そんなことでデカフォンと使わんでも、わらわら、すなわち人間の女性の命を。うっげえ。さて、彼には妻と幼い子供がいました。でかい、わら。長い間、彼は家族から自分の正体も彼の続けてきた血の儀式のことも隠し通してきました。ところがある日、とうとう妻にバレてしまったんですね。泣き叫ぶ妻を縛り上げ、彼女の血で寝室に魔法陣をかき上げた後で。うわー、もう聞きたくないよ。そうですか、ここからがいいところだったのに残念だな。どころじゃないよ。気分が悪くなってきたよ。それで結局その魔術師はどうなったの？まあ、警察呼んだとか言ってたからね。死にました。は？妻が警察に電話してたんです。警察が駆けつけた時、すでに妻は殺されていましたけど、その傍らで男も息絶えていたらしいんですよ。警察の発表では断信した男が妻と無理心中を図ったってことになってますけど、果たして真実は。佐々木さんって結構危ない人だったんだ。オカルト研究会って言ってたからね。オカルト研究会だったからね。ということは、そこはチカが研究してたエリアなの？事件より儀式の内容に興味ありそう、佐々木くん。あれでおかしいな、登場人物がもう一人いるぞ。センタみたいなジュースを持ってたのに常識的な扱いとか。一人にしてほしいの、かなちゃん。こんな隅っこにいて、ラプラスの間でもやってた方がいいんじゃないか。そうだね、ラプラスの間にぴったりだね。佐々木くんはね、もとこちゃん。もとこ、何も聞かないで。あなたたちには関係ないことよ。あ、何も。ふんだ、せっかく心配してるのに大きなお世話よ。あやか、あんたのそういう無神経さが嫌いなのよ。まあ、小学生の女の子にね、怒ってもしょうがない。だ、もとこなんて死んじゃえばいいんだ。あらららら、これはフラフラグみたいな。フラグか。フラグを立てるんじゃないよ。あ、早くね、うん、90年代です。90年代。ちょっとトイレ行ってくる。トイレ？大きなボイラーだぜ。この釜なら人間が一人ぐらいは楽に入るんじゃないか。ここ、バーディーチャンスにつながる絵柄。あ、トイレ入ってる。ちょっと、なんか早っ。トイレはしてないね。大丈夫？うにゃー、あやか、大丈夫？トイレが汚い、嫌だよ。まあ、水は流れるみたいだからいいじゃない。なんとかね、用立てば。座りで履いてるのかな。あ、ここにいてる。さっきも言ったでしょ、あなたには関係ないんだから出てってちょうだい。なんだよ、もとこちゃん。用ですか、それともボットントイレより派？うん、ボットントイレよりはね。みっともないところ見せちゃった、ごめんね。少し落ち着いたみたい。よかった。何もないね。怖い。一人で、まあナビがいる。あら、トイレから出てる。なんか知ってますね。これは何か。ちょっと彩香、どうしたっていうの？だって
あのトイレ汚いんだもん。だからで外でしなくても。あやかね、外でしてくるから、めいちゃんは戻ってていいよ。外で、そうです、後であやかの部屋に戻るから。じゃねー。そうはね、外でし、あーなら行っちゃった。井戸にしちゃダメよ、井戸にしちゃ、井戸にしちゃダメよ。顔しか隠れませんよ。ねえ、部屋に戻ればいいのかな。部屋と来ちゃった。彼女たちは丈太郎たちの旅先で出たトイレは絶対使えない。それは絶対使えない。おっと、あれ、白木さんに沢田さん書いてる。お疲れ様です。準備は終わったんですか？それどころじゃないんです。は？何かあったんですか？最近個室で犯罪あるやつがいるから、さっきメインスタッフから連絡があった。あーとかあるらしいですね。タイトルメイトは裏腹にこんな展開になるとは、うん、雨で崖崩れが発生し、あらららら、道が壊れなくなってしまったらしい。まさかここは孤島の、だからここへ来ることができなくなった。館になってしまった。ということは撮影は中止だ。それだけじゃありませんよ。道が通れなくなったってことは、僕たちも帰ることができないんです。陸のこと、陸のこと、そうそう、陸のこと、また降ってきやがった。ん？なんだ何があった？元子、どうしたの？幽霊か。幽霊が出て、カンナを、カンナを、さ、あら、今度元子が出てきた。元気しょうゆ、ボイスさんありがとうございます。ボイスナックル。何？今度は元子が出てきた。肉のこと？つまりこういうことだな。お前さんとカンナは地下室から聞こえてくる物音に興味を持って地下へ降りた。ワイン庫に入った時、目の前に緑色の幽霊が現れ、それが襲いかかってきた。ホテルの電気ケトルはおしっこを沸かして、幽霊はカンナを拉致し、そして彼女ともども姿を消した。と間違いないか。ハラミ 300G ください。ええ、そうよ、間違いないわ。うん、まあ何にせよカンナが行方不明になったんなら探すしかないだろうな。とりあえず手分けして探そうじゃないか。俺は地下のワイン庫から当たってみるとしよう。白木、お前は他の連中を探してこのことを伝えてくるんだ。私も探してくるわよ。元子、元気がありませんね。そりゃそうだよ。話す、あ、話す、コマンドが出てる。気を落とさないでね。気を落とす？私が？冗談でしょ。可愛くない性格だね。その状況で元気いっぱいだったら逆にやばい。お互い様よ。地下へ降りたわけ、幽霊よ。ダイニングルームでね、聞こえたのよ。何か、そうね、重いものを引きずっているような、よくわかんないけど、ズズズって感じなのかね。そう、それから？それからって、それだけよ。ちょっと怖かったけど、誰かいるのかと思ってね、地下へ降りてみたわけ。幽霊を見たこと？最初の扉を開けたとき、樽が並んでるのが見えたわ。多分ワイン庫だと思うんだけど、そのすぐ後に、うんうん、そのすぐ後に甲高い叫び声のような音がして、目の前に緑色のもやが見えたのよ。それが人の姿をしてるって気がついたときにはさすがにびっくりしたわね。カンナなんかその場で気絶しちゃってさ。カンナちゃん3度目の気絶。襲われた時のこと。あ、それでね、気絶したカンナをほっとくわけにもいかないから、
カンナを抱き起こそうとしてしゃがんだんだね。そう、そしたら幽霊が襲いかかってきて私を突き飛ばしてきたのよ。おかげでほらこんなに汚れてしまったわ。緑色のカンナのこと。それからのことはよく覚えてないわ。世界で一番有名なネズミ声。頭を打ったみたいで気を失っていたのかもしれない。気がついたらカンナも幽霊も姿を消していたわ。あんな高い音。あ、ほらあれよ、黒板を引っかいたような音。遅れてきた客、三木本さんありがとうございます。かまいたちの あれより少し低めの音だったかしらね。えっ、そうですか。きしゃがんだんだ。そう、おかげでほら指摘するってやる。指摘する。地下が暗いこと。地下が暗いこと。それにしてもよく地下へ行く気になったね。そうだよ、真っ暗だったよ。真っ暗だったんじゃない。明かりも持たずに行くわけがないでしょ。明かり持ってた。私が懐中電灯を持ってたのよ、うん、白木さんから借りたやつをね。土汚れ。元く汚い。おだまり。突き飛ばされたって言ってるじゃない。へえ、最近の幽霊は人を突き飛ばすんだ。うるさいわよ、あなたも。突き飛ばされたんだからしょうがないじゃない。突然目の前に迫ってきて押し倒してきたんだから。目の前に迫ってきた。気を落とさない。気を…幽霊に実体があるってことは怪しいんだよ。いない。篠田さんと佐々木はどこに行ったんだろう。ん、あれな、何どうかしたの。いえいえ、ちょっと気になったんですけど、彩花遅くないですか。忘れてた。確かに遅いね。どうしたんだろう。トイレだな。懐中電灯のこと聞けばいいのに。笑。あ、すごい、なんか聞こえた。懐中電灯ね、どうしたのか。懐中電灯があったなら、どういった。あの人どういった。地下にいたのか。ホームラン乗った選手もよく一緒が笑が迫ってきたって言って恐怖を覗いていますので。あいた、つまずいた。懐中電灯、これにつまずいたんだ。なぜこんなところに落ちてるんでしょう。さっき元子が持ってたじゃないの。そうね、でもよかったんじゃない。これで暗闇も怖くないっと。お、一気に明るくなった。なんだ、メイも来たのか。捜索は俺たちに任せてくれていいんだぜ。状況って言ってもな、見ての通り酒樽が並んでるだけでね。生き元さん風だけどさ。カンナも幽霊の姿もありゃしない。ただこんなものが転がっていたがね。あ、それはあれじゃない、カンナが持ってたジュースの缶じゃない。二人が幽霊に会った扉のあたりに転がってた。まあ誰かが捨てただけだろうがな。その缶もらえますね。これを。いや、それは構わんが、大して手がかりになるとは思えんぞ。まあ、今日もらえるもん。しかしお前さんも物好きなやつだね。まあ好きにするがいいさ。ディジーさんからです。だいぶセーブしないな。彩花はどうしたんだろう。遅いですよね。もう戻ってるといいんですけど。なかちゃん、外でしてたかな。 BGM に若干のエクボイラーが動いてるね。ボイラーが。本の水筒を思い出す。
動いてる。え、暑くないですか？暑いね。早く行ってもよかったね。そうね。大丈夫。暑い。暑い。だから行ったのに。かなり激しく燃えてるね。ボイラーが動いてる。これならお風呂にも入れるね。お風呂入れる？はあ、でものんびりしてる場合でもないと思うんですけど。釜は閉めておいた方がいいと思います。はい、そうだね。マグちゃんいないの？シャワーを浴びるような気分じゃないよ。そうか、残念。そうですね、金井美香さんじゃないですか。金井美香さんですね、ナビはね。どうしました？なんか嫌な感じがするよね。アイドルゲーでシャワーシーンのサービスシーンがないなんて。ないなんてね。あ、ここにもいない。みんないなくなってるぞ。こりゃ期待外れだったかな。魔術師が住んでたって話だったから専門書のいくつかぐらい見つかるかと思ってたんだけどな。佐々木さん、何のんびりしてるの。え、ああメイさん。ああじゃないよ、大変なことになってるんだから。実はね、でカンナが行方不明なの。そりゃ確かに大変だ。こうしちゃいられないか。僕も探してみますよ。いた。こっち来たよ。ここにもいないか。あのシミは何だろう。あのシミは特に20年前のものらしいよ。いや、まだカンナさんは見つかってませんよ。懐中電灯またゲット。懐中電灯がまた、あ、ここにもともちゃんか。あ、彩香の伝言指摘するって彩香の。ちょっとお願いがあるんだけど。何？彩香が戻ってきたら部屋で待ってるように伝えてくれる？あのバカもいなくなったの？いいわ、伝えてあげるわよ。行くわ。あの高い。彩香ならまだ来てないわ。心配しなくてもちゃんと伝えておくわよ。ここに行っちゃったんだ。そうだね、カンナも彩香ちゃんもどこ行っちゃったんだ。ダート部屋。あ、そこに誰がいる。篠田さん、どこ行ってたんですか。カンナが。聞いた聞いた。ったく、どいつもこいつも血相変えやがって。心配しないんですか。俺の知ったことが。どんどんいなくなって、実はドッキリでみんなで隠れてたら平和なんだけどな。篠田は冷たい野郎だな。あら、おいおいおい、ちょっと。彩香は戻ってこなかったわ。あんたたちの部屋の扉にメモを貼っておいたから戻ってくればわかるわよ。そう？どこ行くの？あ、シャワー？ちょっと入りますよ。ちょっと何覗いてんのよ。シャワーを浴びるんだからとっとと言ってよね。この部屋上から見られてますけども。ちょっと何覗いてんの。すいません。シャワーを浴びるんだから。そうですか。地下で神殿がありましたかね。わかりました、神殿は。なんだ、メイも。
状況って言ってもな。何か大神さんみたいに体が勝手に体が勝手に動き出すんだ。 100% テレパシー。あ、また部屋にちょっと行く。誰か上を見は走ってた。ダメですよ、カンナさんどこにもいないんです。私も僕の方も全然ダメ。ところでさ、これを見てほしいの。ジュースの缶ですよね。まだ新しいものでしょ。ってことは僕たちの誰かが飲んだものだと思うんだけど。カンナちゃんが持ってたやつじゃないのこれ。佐々木さん、ジュースを配ってたよね。これ誰に渡したか覚えてない？そりゃ確かに僕が配りましたけど、いくらなんでも覚えてませんよ。え、覚えてないの？メンバーそんなにいないから覚えてると思うんだけど。男さんか優子さん、このお二人にはそれぞれ一本ずつ渡してますけどね。カンナちゃん持ってたよ確か。なんかあれ、メイさんにも渡しましたっけ？うちもらった。うん、覚えてないか。やっぱり何の手がかりにもなりませんね。すみません。うん、いいの、ごめんね、変なこと聞いちゃって。あ、そういえば全部同じジュース、違うジュースって線もあるか。あら、はあ、メイさんはタフですね。僕はもう怖くて情けない。白木さんは意外と怖がりだった。あれ、そういえば霊能力者の人どこ行った？あら、またいや、まだカンナさんは見つかってませんよ。霊能力者の人がいない。霊能力者の人どこ行った？これは、ずいぶん古い写真ですね。ゆうこさんでしたっけ？ほんまに、ゆうこさん。ずいぶん古い写真が置いてある、いつの間にか。ゆうこさんどこ行ったの？ゆうこさんはどっか行ったで。プアリスの戦士でしたよね。プアリスの戦士とゆうこさんじゃなくて。あ、すっぽんぽんなってる。ちゃんと変わってる。入りまーす。まさかのわらわら。見せられないよ。どうも。よくシャワー浴びる気になるわね、まったく。まあ暑いから。あれかね。もう一回もう一回。アスキーは場所を焼く。場所、場所、場所、場所。神経生えてる？カンナのことが心配じゃないんですか？そうだよ。俺の知ったことか。あ、逃げた。この缶水来てんの？水来てる。水も来て、いつの間にかボイラーも入ってた。あ、いや、ちゃんと変わった。ごめん、ごめんじゃないわよ。早く、細かいな、早く出てって。細かいの動きやね。すごい、ちゃんとバストアップも変わった。すまんね、ごめんね。あ、まだこの人うろちょろしてるね。いや、ま、デカ持ち、シャワー浴びてる場合じゃないのよ。シャワー浴びてる場合じゃないのよ。もう綾香もカンナもパシャパシャ、優子さんもいなくなってんのよ。カンナのことが心配。綾香へ戻ってきたら部屋で待っていること。
嫌な人もどっかいたな。どうしましなーん、うん、あとは井戸行ってないかもな。どっから行くんだっけ、あれからか。あれなんかあそこでシャワールームになんか人がいた。男がいたぞ。おい、彩香はどうしたんだろう。男がいてる。遅いですよね。もう戻っ、男がいた。今男は誰だっけ。元子が襲われてるぞ。おい、何やってんだ。冗談じゃないわよ。誰があなたなんかと。俺が大切なのはお前だけだって。ん、信じられるとでも思ってるの。カンナの次は私、私の次は綾香、それともメイかしらね。ちゃんと声で聞こえてる。メッセージはごまかしてるけどさ。ミクさんみたいなやつが。なんでやだ。出てけよ。何してんのよ。早く出てけよ。元子、聞いてたのね。ジュニアみたいな迫り方ですね。これで分かったでしょ。たまたかけてるな。お笑い草だわ。私ともあろうものがあんなやつに踊らされるなんて。ねえ、次はあなた。綾香は小学生だろ、あれ。うん、綾香の方かもね。気をつけた方がいいわよ。ねえだ、鍵がかけられてる。そっとしておいた方がいいんじゃないでしょうか。そうだね。あんな男に騙されるとはね。こういったやつは。いや、最初から鍵あるならかけなさいよ。鍵あるなら最初からかけなさいよ。そうだね。最初からかけなさいよ。いや、困ったよ。どこを探してもカンナが見つからない。カンナどころか、あやかもユウコもないよ。メイさんの方は何か分かりませんでしたか。誰かに誘拐されたんだと思うわ。ほう、何を根拠にそう思うんだ。ナビ、誰かのせいだなんて分かりませんでしたよ。これだと思う根拠を選んでくださいね。これは、それはね、根拠はないって。彩香がいない。篠田の行動、それはジュースの缶です。ジュースの缶が落ちてました。しかし、ジュースの缶が何の証拠になるんだって。人がいたって証拠なんですよ。誰が捨てたのかもわからないんじゃ、人のせいにするわけにもいかんよ。結局、カンナに関係しそうなことは何もわからんか。もう一度、館中をくまなく探すしかないだろうな。そんな鑑定しよう。おいおい、こんな時に停電か。停電って一応自家発電ですよ、この屋敷。いやあ、彩香ちゃんだ。彩香、メイちゃん、助けて。なんか撃たれた。どうした。彩香さん、みかん落ちるぞ。ラックスさん、助けて。あ、彩香、手すりが多すぎだろう。ボロい、おっと、緑色の。嘘、まさか小学生が被害に。史上最年少ですよ、PC エンジンで被害者。ジュンダ、ショボーン。あ、彩香、すまん、助けられなかった。そんな、嘘。ねえ、
ねえ、早く起きてよ、目を覚ましてよ。メイさん、彩香さんはもう。嘘よ。これはダーツの矢だ。落ちる直前に撃たれたよ。時代劇じゃないんだから早々に諦めないで。違う、彩香の胸にも出血が認められます。吹き矢ですかね。状況からするとその血は彩香のものだと。うるさい、そんなこと分かってる。機械笑ってこらえてダーツの旅。僕の気持ちなんて分かんないんだ。目障りなんだよ、とっとと消えてよ。落ち着けめい。ナビに八つ当たりしても仕方ないだろう。ほら、八つ当たりしても仕方ないぞ。死んだ人は戻ってこないんだ。違う、彩香は死んだんじゃない、殺されたのよ。これを見てよ、彩香に刺さってたんだよ。彩香の血がついてるんだよ。これでもまだ彩香が死んだって、幽霊がダーツを投げたっていうわけ。違う、彩香は誰かに殺されたんだ。ジュニアも最近よく八つ当たりしてますね。当たってませんよ、ジュニアも。ゆうこさん、今までどこに。ああ、今までどこ行ってた。え、どこに行って。バスの中にいたんだけど。バスに。どうかしたの。あ、彩香ちゃん。あ、彩香さん、どうしたんですか一体。おい白木、篠田はどうした。え、あ、いや、どうしたんでしょう。僕も知らないんですが。そうか、残念なことだが事故があった。事故じゃない、これは事件だ。彩香が2階から転落してな、不幸なことに。違う、亡くなられた。転落したのはダーツで刺されたからだぞ。そんな。しっかりしろ白木、お前は警察に連絡してくるんだ。それからメインスタッフにもな。崖崩れの復旧作業の状況も聞いておけ。いいな。はい。大丈夫ですか。ありがとう。でもなぜこんなことに。ともあれ、あとは警察が来るのを待つしかないな。みんなは部屋に戻ってていいぞ。死体はどうしよう、そのままにしておかみや。彩香ちゃん、かわいそうに。ここには俺がいるから。メイ、君は休んだ方がいい。立花彩香、僕と同じ事務所の女優。小学生じゃなかった、14歳でした。14歳。小学生かと思ってた。中学生だった。中学生だった。ナビ、 MEC 社から発売される人工知性体。この姿はホログラム映像なんだよ。1話を殺されるとかなんじゃない。可愛いだよね。じゃない、笑い。沢田さん、そこ更新されないのね。そこは更新されませんね。最初からね、殺されるとか書いてある場合がある。殺されたとか書いてある。いきなり見たらね、要注意なんですよ。ネタバレになっちゃうから。の、ご苦労さん。で、どうだって？それが、崖崩れの復旧は朝になりそうで。そんな、じゃあ殺人犯と一緒に、一晩過ごさないといけないのかよ。そんなことをできるわけないだろう。俺は自分の部屋に戻るぞ。警察の方も道が通れないから来ることができないって。こんなところにいられるか。ヘリは連絡をつけるのに時間がかかるそうです。それにたとえ連絡がついても悪天候のためヘリを飛ばすのは難しいって。なんてこったい。
朝まで待てってか。彩香を部屋に運んであげようよ。え、いや、しかし。だって朝までこんなところにいるなんて彩香がかわいそうだよ。まあ現場保存しないといけないしな。そうね、そうだね。このままじゃいくらなんでも彼女がかわいそうだわ。沢田さんだってそう思うでしょ。なあ、わかったわかったよ。ったく、二人しておじさんをいじめやがって。で、どこに運ぶんだ。僕たちの部屋に。それでいいのか。うん、現場荒らす奴が一番怪しまれるんだぞ。まるで眠ってるみたい。不思議だよね、涙も出ないんだよ。僕、悲しくないのかな。悲しいはずなのに。それでは復活の儀式を行う。ねえ、彩香、本当に死んじゃったの。ねえ、栄翔、目を覚ましてよ、お願い。許せない。許せん。許さない。見つけてやる、彩香をこんな風にしたやつ。警察なんかに任せてられないわ。僕が必ず見つけ出してやる。ナビ、聞いていたでしょ。昨夜、綺麗な顔して状況は分かってるんだね。さっきメイ、私邪魔だって言ったのに、なんで呼ぶの。彩香を殺した犯人を僕たちの力で見つけ出す。復讐しそうな気配ですね。協力してくれるよね。目障りって言われたのに。私目障り言われた。はい。あ、でもナミちゃんすごい心が広いな。心が広い、うん、まず事件の内容を整理しなくちゃね。そうですね。これまでに2つの事件が発生していますけど。私言われた。カンナ行方不明事件。なんで中国人みたいな喋り方。カンナさんが行方不明。通報者は元子で、カンナさんはまだ見つかっていません。セーブで、あ、ちょ、まだいい、まだいい、セーブできないよ。カンナさんのそばには元子しかいませんでした。元子の証言では言われてあるよ。まあ、元子が一番怪しいんだよね、今からね。元子の証言では、幽霊と幽霊に襲われたのか、ね、不審音を聞いたけどね。二人がダイニングルームにいたときに地下から物音が聞こえたんだったよね。はい、重いものが引きずられるような音とのことです。引きずられるような音で地下へ降りたと。地下から聞こえた音に興味を持って二人で階段を降りた、そう言ってましたが。で、幽霊と遭遇。そして最初の扉を開けたら樽が並んでいたと。はい、ワイン庫に入った様子です。そして甲高い叫び声がして、目の前に緑色の幽霊が見えた。そうですね。甲高い叫び声っていうのは、黒板を控えたような、もう少し低めの音だって言ってましたね。よくわかんない表現だね。そして幽霊にタックルされた。そして幽霊が襲いかかってきたってわけだね。そうです。その時にはカンナさんは気絶してたみたいです。で、カンナが行方不明になった。で、肝心のカンナがさらわれた時のことは見ていないんだよ。よく覚えてないそうです。頭を打ったみたいで気を失っていたのかもしれないって言ってましたよ。気がついたらカンナも幽霊も姿を消してたって。しかしカンナが姿を消しているのは本当だ。犯人なんてまだわかんないけど、でも疑わしい人はいるよね。誰と誰でしょう。それはあれだね、元子だな。元子が疑わしいのはナビも認めるでしょ。そうですね、事件当時カンナさんのそばにいた人ですからね。
それからあの時いなかったのは優子だな。沢田ですよね。優子さんは見た目で外にいたんですよ。あ、そうか、バスの時なんだっけ。バスにいたのか。あと誰だ。あ、篠田だ、篠田。それじゃあ篠田はどう。喧嘩してたよ。カンナさんとの間で問題があったみたいですからね。確かに動機はありそうですよね。あと何全員受けるのかね。全員行ってもいいのかな。行ってもよかったのかな。幽霊も疑わしいんですか。手当たり次第に選んでるような気もするんですが。手当たり次第じゃないですよ。手当たり次第やったらダメかこれ。やめとこう。証拠品出てジュースの缶。元子たちが幽霊に襲われたっていう場所にジュースの缶が落ちてたんだよね。でも結局誰が飲んだものかも分かりませんでしたし。懐中電灯。地下への階段を降りたところに懐中電灯が落ちてましたよね。落ちてたけど元子も懐中電灯を持ってたって話でしたし、あの落ちてたのが元子のものかもしれませんよ。だとするとなぜ扉のそばに落ちてなかったのかしらね。まあそうだね、階段のとこじゃったらおかしいよね。部屋の中で落としたのかね。彩香転落死事件。彩香さんは玄関ホール2階の廊下から転落しました。胸にダーッと一撃を受けた形跡があります。彩香の事件は僕の目の前で起きた。沢田さんと佐々木さんと話してる時だったよね。はい、電灯が消えかかって彩香の叫び声が聞こえた。彩香が2階の廊下を走ってきてテラスの欄干にもたれる。怯えてた彩香の表情、忘れることなんてできないよ。彩香が泣きながら助けを呼んで振り向いた彩香さんが小さく叫んでのけぞりました。おそらくこの時にダーツを胸に受けたんだと思います。そして欄干が崩れて、あ、彩香は落ちた。彩香さんが落ちる瞬間に館の電灯が消えました。そうだったね。あれ、でも今はついてるな。今はついてる。なんか幽霊の仕業にも思えてきますね。ああ、ごめんなさい、今のは冗談です。わかればよろしい。幽霊を見た。暗くなってふと上を見上げたら淡い緑色の人の姿をしたものを見た。幽霊でしょうか。元子たちが見たのも緑色だったって話ですけど。共通点があるわけだ。もしかしたら同じ人物の仕業かも。証拠品なんかであったっけ。彩香を間接的に殺害した凶器としてダーツが見つかりましたね。犯人なんてまだわからないよ。淡い緑色の彩香と仲が悪かったのは。ああそうだね、男だけど。しかしナビは空中に浮いてるからね。そこにすぐにどこにいるから。緑、決定できる証拠はありませんよ。ナビちゃん時計から出てくるから。でも絶対に犯人じゃない人が2人いますよね。うん、それ私よ。絶対に犯人じゃない人は沢田さんと見てたからね。沢田さんと誰だっけ。充電大丈夫なんですかね。充電はそうだね、充電どうなってんのかね。あ、沢田と言うこと見てたんだっけ。沢田は大丈夫。確かに沢田さんはナビたちと一緒にいたんですから犯人じゃありませんよね。あ、優子後から出てきたんだっけ。でも
それなら佐々木さんだって犯人じゃないと判断できると思う。そうだ、佐々木さんもいたんだっけ。うん、ね、佐々木さんもね。確かに沢田さんと佐々木さんはナビたちと一緒にいたんですから、犯人じゃないと言えますよね。うん、ゆうこもでもバスから出てきたから落ちた後だったけど、だけか。ゆうこはどうなの？え、彼女が犯人じゃないなんてやっぱり生きれないと思うんですか。そうね、うん、ちょっと遅れてきたからね、からですね。捜査開始。よし、考えるのはここまでにして捜査を開始するよ、ナビ。はい、あの、何？でも佐々木さんピッチャーで先ほどはすみませんでした。ダート当てたのが結構割と長い距離だったよね。メインの気持ちも考えずに、ナビちゃんできる子、無神経なことを言ってしまって、ナビは機械だから、だからその悲しいとかそういうのが分かんなくて。ううん、僕も言い過ぎたよ、怒鳴ったりしてごめん。ところでさ、ナビ、あなたいつの間にかずいぶん上手に話せるようになったね。機械とは思えないほど感情豊かなんですけど、過去の罪の説を書類にして真犯人を当てるのが、周りには情緒が豊富ですよね。そうだね、情緒豊富だ。こんなに一生懸命に考えたのはナビが作られてから初めてだったんです。ナビずっと考えてたから、だから言葉も上達したんですよ、きっと。ありがとう、ナビ。273個目さんにしたい。いらっしゃいだけど、ちょうどここで今日は元気を出して終わってしまいます。すいません。はい、ここで。あら、まだだ。まだ。じゃあね、あやか。少しの間、一人にしちゃうけど、許してね。必ずあなたを殺したやつを捕まえるから。そんな遅くまでやってるなんて珍しいですの。はい、というわけで今日ちょっと延長ありましたんで、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。来週からね、犯人を捕まえるために捜査開始です。はい、ピーシャにプライベートアイドルは毎週土曜日やってます。また来週。はい、おでした。おでーす。また事件が起きるのか。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。おつです。おつでした。はい、おつでした。おやすみアイドル。はい、おつでした。はい、おつです。おやすみなさい。おつです。おつでした。